で、まず最初に言っておかなくちゃいけないのは、そのシリアの内戦というふうに言われているものは、確かにアラブの春って言った時に皆さんの頭の中でイメージされるような、民主化とかね、社会運動とか、独裁対民衆とかっていう動きがなかったわけではないんだけれども、それが全てじゃない。で、今シリアで起きていること、そしてイスラム国に関わることは、このアラブの春っていうのを民主化とか独裁 vs、民主っていう完全掌握で位置づけてしまったら到底見えなくなってしまうことが原因になっているっていうことになるかというふうに思います。じゃあ具体的にそれって何なのっていうことなんだけれども、例えば我々西側諸国が、シリアに介入するであるとか、ロシアやイランといったシリアの同盟国が介入するっていったこともそうだし、あとはそのイスラム国っていうとすぐ外国人戦闘員って頭に思い浮かぶかと思いますけども、なんで外国人戦闘員がいるの？当然入ってくるからです。これを民主化とかっていう言葉で説明することは到底できないので、シリアの紛争内戦は重層的であって、なおかつ内戦という言葉で言い合わせない部分が今日の問題を引き起こしているっていうことをちょっと念頭に置いて、聞いていただければいいかと思います。じゃあシリアの内戦って実際どういう動きなのっていうところに早速入っていきたいんですけど、そうすると私30分ぐらい話してしまって、高岡先生の足が疲れ始めてくるので、とりあえずは高岡先生に、話をねちょっと振ってみたいと思います。で、振ってみるのは何かというと、当然今の皆さん我々の関心の中で最優先というんですか、最も重要なことになっているのがイスラム国ってなんであんな連中なのっていうのはあります。で、それについてちょっと常に新聞やテレビでいろんなことを聞いたりしているかと思いますけど、専門家の立場からイスラム国とはこういうものだっていうことをこう改めてあらかじめ また設定してもらって、じゃあその問題がどういうふうに生じたのかっていうのをこうフラッシュバックする形で見ていきたいというふうに思います。で、ということで、高岡先生どうもお待たせしました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イスラム国なんですけれども、簡単にですよね、これまでいろいろ情報が出ているものを踏まえて、はい、どういう組織なのかっていうようなことをこう解説をしていただければというふうに思います。はい、そうですね、イスラム国のお話ししますと、冒頭で青山先生お話しあった通りで、去年の、6月末に突然現れて、で、新聞なんかでよく使われている一方的に国家の樹立を宣言しうんぬんという枕言葉に皆さん引きずられているかと思います。で、それからやっぱりシリア内戦というものの結果、あれがこのように生まれてきたかのように、錯覚するような、報道であったり解説であったりって多いかもしれないんですけれども、元をたどりますと、彼らイスラム現在イスラム国を名乗る、集団であったり、その元になる思考や行動の様式というのはもっと昔からあるわけです。なるべく簡単なところまで遡りましても、おそらくは1989年とか91年にアフガニスタンで昔ソ連軍と戦っていたアラブの戦闘員、とりわけイスラム主義を掲げる戦闘員たちとその仲間たちにその起源があります。で、彼らはいろいろ経緯がありまして、いわゆる 9.11 事件の後のアメリカ軍による、アフガン侵攻と占領、それから、2003年アメリカ軍によるイラク侵攻と占領といったのをいろんな経緯を踏まえまし、経まして活動の場をアフガニスタンからイラクに移します。ですからイラクにおいて現在イスラム国と呼ばれる団体の元になった人たちというのは、遅くても2003年にはすでにあそこにいたわけです。ですから、彼らが、例えばアラブの春というやつを経て突然現れたという考え方はしない方がいい。ずっと昔からあるし、逆の言い方すると彼らがアラブの春とやらとその後に続く混乱を引き起こしたわけでもない。とむしろ現在のイスラム国も含めてイスラム過激派と呼ばれる生き物全般というのはアラブの春の後の混乱の結果勢力を再び伸ばしてきたということになります。で、もう一つ、イスラム国が去年突然国家を名乗ったという言い方について一つ釘を刺しておきましょう。実はですね、イラクでアメリカ軍なんかを主な敵として武装闘争を始めたイスラム過激派の人たち、その当時はタウヒードとジハード団といったり、二大河の国のアルカイダを名乗っていたり。